どの話でも語りましょうぞ。痛ましい話ですぞ。魂。黒々としたカラスの羽が風に運ばれてきた。これは天狗が近くにいるという証だ。かたじけない。果たして荷車を見つけたが、双子の姿はない。
唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。もうこの荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。イオの分身が近くに潜んでいるのであろう。鼻をつく血の匂いが辺りに満ち満ちている。これはわしがなくした巻物。荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し。だが行き先を調べねば。クロードに災難が降りかかる。命を落としかクロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。クロードには分かっていた。日の元の神々が敵に捕まり力を盗まれていること。Hit! Hit! 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 H
まだ見られておらん。Not in search! Be brief in vain! クロードにはかなわず、敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物に、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはずだが、それは別の機会に語ることとしよう。
呪われたつづらが開き、クロードは鬼の宝を手に入れた。こっちだ。対馬を守ったクロードの話、お聞きください。